驚くことなかれ。人間の脳には短期記憶で7ビットしか保存できません。私はもっと少ないです。2005年の古い携帯電話でも保存できる容量とは比べ物になりません。バイト数はわずか8バイトなので、私たちが電話番号さえ覚えられないのはそのせいです。人間の短期記憶の機能は黒板程度なんです。少しは情報を覚えられますが、遅かれ早かれ容量がいっぱいになります。自分の実際使えている情報容量をチェックするには、このテストをやってみましょう。友達に10個の言葉を書き出して読んでもらうんです。ほとんどの人は7つ以下しか思い出せません。猫に砂糖の味は分かりません。肉を基本にした食生活に必要ないからです。猫は地球上でも珍しい甘さを感じない動物です。そういえば、信じがたいかもしれませんが、この絵の中であなたは100万種類の色が見えています。フルサイズで見ると100万ピクセルで、それぞれに違う色があります。それぞれの色に名前をつけることはおそらくできませんが、近くで見ると違いが分かっているんです。いや、やっぱり一つ一つ名前をつけてみてください。待ちますから。なんちゃって。ゴキブリはタフで、過酷な環境を生き延びることができて、恐竜が支配していた時代から存在していました。ですが、シロアリの女王の方が寿命は50年と長いんです。虫の中では最長です。普通のシロアリは1から2年しか生きません。人間の一番強い筋肉は腕や足にはありません。頭部にあるんです。口筋は噛むための主要な筋肉で、普段の食事をするために最強である必要があります。また耳を動かす筋肉ってご存知ですか？側頭筋といって、こめかみの上にあります。この筋肉も食べ物を噛むのに役立っています。人間以外のお話をしましょう。ノミは最大で身長の130倍ジャンプすることができます。わかりやすく言えば、平均的な人間がエンパイアステートビルを越えてジャンプするのと同じです。犬は夢を見ることができます。犬を飼っている方、おそらく犬はあなたの夢を見ているんですよ。研究では、犬は人間と同じで、日常生活で経験したことを夢で思い出します。ブドウの大きさのスイカがあります。キューカメロンといって、とても小さなスイカのような見た目ですが、柑橘系の味がします。シャコは世界一カラフルな生物の一つです。人間の目には虹色に見えますが、シャコ同士にはあらゆる色が爆発したみたいに見えるんですよ。シャコの目は人間の目よりも10億種類も多くの色を見分けられます。チベットにはブラックダイヤモンドアップルという、緑でも赤でもなく濃い紫色のリンゴがあります。このリンゴが育つ場所では、日中たくさんの紫外線が降り注ぐ一方、夜間はかなり気温が下がります。それでリンゴの皮が濃い色になるんです。カバは体温が大幅に上がると、肌にピンクっぽい色の体液が出ます。しばらくするとその体液が体中に広がり、日焼けから守ってくれるんです。自分で日焼け止めが作れるんですね。鶏は現存する生物の中でティラノサウルスと最も DNA が近い子孫です。6800万年前のティラノサウルスの DNA を現在の21種の生物の DNA と比べる研究がされ、その結果、鶏が一番近かったんです。怠け者はイルカよりも長く息を止められるんですよ。心拍数を下げ、約40分間そのままでいられるのです。イルカは10分ごとに水面に上がってきて息をする必要があります。人手には脳も心臓も肺もありません。ですが、何百という小さな足があって歩くことができ、体から水も排出しています。水が血液の役割を果たしているんです。ミツバチには胃が2つあります。そして1つは食べるため、1つは鼻から集めた蜜を入れて巣に持って帰るのに使っています。イルカは常に目を片方開けたまま眠り、完全には眠りません。人間は脳が小さくなる唯一の生物です。ええ、年を取ると縮む傾向にあるんです。孤独や寂しさによっても脳は縮むことがあります。ですが、他の生物、例えば猿やチンパンジーといった遠い親戚であっても、これは起こりません。ニンニクの味って足でも感じることができるんです。びっくりですね。一かけのニンニクを足にこすりつけましょう。もちろん靴下は脱いでくださいね。そして待ちます。
ニンニクの匂いの成分は口に入れなくても肌から吸収されるんです。不思議ですね。アイベックスはよじ登ることにおいては動物の世界においてチャンピオンです。子供を連れた母ヤギはどんな動物も歩くことのできない平らで垂直の崖を重力に逆らうようによじ登ります。一方でオスのヤギは平らな地面を好みます。人間の寿命は細胞にプログラムされています。細胞は常に新しくなって分裂しますが、いずれは止まるタイマーが内蔵されているんです。他よりも多く繁殖をやめる細胞もあります。平均的に100歳になる頃に細胞は分裂しなくなります。ですので、このタイマーをどうにか止まらなくする方法が見つかれば、永遠に生きられるようになるかもしれないんです。もしくは、お金が尽きるまで。トナカイの目は季節によって色が変わります。夏の間、日照時間が長い時は茶色です。ですが、冬の日照時間が短い間は青くなるんです。青い色合いだと、暗いところで目が見えやすくなり、眼圧が上がらなくなります。これは暗い冬の何ヶ月間、瞳孔が広がる時間が長くなることによって起こります。オンドリは大きな声で鳴くとき、頭を後ろに傾けることによって聴覚障害を防いでいます。こうすることで外耳道が塞がって、本来体に備わっている耳栓のようになるんです。鶏の鳴き声はチェーンソーをオンにしたときぐらいうるさいんですよ。地球の引力は全ての場所で同じではありません。カナダのハドソン湾には不思議な例外的な場所があります。周りの地域よりも引力が弱く、これは溶けた氷河のせいだと考えられています。氷河時代の最後の頃、その地域は氷に覆われていましたが、遠い昔に氷は溶けました。ですが、地球で完全に氷が溶けたわけではありません。どの場所でも引力は質量に比例します。氷河は地球の質量の一部を押しのけた跡を残したため、引力が弱いんです。これまでで最も強い地震はチリで起こったもので、マグニチュード 9.5 でした。もしマグニチュード12に達すると、地球は半分に割れる可能性があります。そんなことが起こらないといいですね。サメも朝、コーヒーを飲みたかったらカフェに行くんですよ。2002年、太平洋でサメたちが冬の間に集まるホワイトシャークカフェと呼ばれる海域が発見されました。サメはここでただたむろしたり、人間を怖がらせたとジョークを言い合って笑い合ったりします。そして気候が暖かくなると岸に戻っていって、また人間を怖がらせるんです。タコには心臓が3つあります。2つは血液をエラに送り、3つ目は他の内臓に送ります。しかも血液は青いんですよ。そして脳は9つもあるんです。一つが中心的な働きをし、他の8つはお分かりですね。8本の足をコントロールします。1本1本の足のことを考えているんでしょうかね。オルカは地球上で最も賢い生物の一種です。何十キロ先の仲間の鳴き声を聞きます。そして小さい群れそれぞれに特有の鳴き声があって、機能としては人間の名前に似た働きをしています。今日はここまでです。それではまた。皆さんお知らせです。ネズミはくすぐったがりなんですよ。あれ、どうでもいいですか？とにかくネズミはいわゆる笑いセンターを中脳に持っており、誰かがネズミをくすぐったり、楽しくて遊び心あふれる活動に参加するときに活動すると言われています。科学者たちはこれを2016年にネズミのお腹をくすぐって、そのキーキーとした笑い声を聞くことで発見しました。ハチドリは後ろ向きに飛ぶことができる唯一の鳥なのは有名ですが、主に花から離れたい時にそれを行います。そしてここには後ろに歩くことができない動物がいます。カンガルーです。彼らは跳ね回って大きな距離を移動することができますが、強力な後ろ足と大きな尾の構造が後ろ向きに歩くことを防いでいます。ツノクジラはなんとなく海のユニコーンのように見える奇妙な生き物です。彼らの頭にある角は実は牙ではありません。それはオスのツノクジラの上唇から出る巨大な歯なのです。この歯は女性を引きつけるという役割を果たすツールの一つである可能性があります。フラミンゴは実際にはピンク色ではありません。彼らはグレーで生まれますが、一生を通じて多くの藻類や他の食品を食べ、我々がベータカロチンとして知っている赤糖色の色素を摂取します。この色素は分解され皮膚や羽に行き着き、それが彼らをピンク色にする原因です。
しかしその状態を保つためには色をつける食べ物をたくさん食べる必要があります。私たち人間が肌の色を変えたいと思ってベータカロチンが豊富な食べ物を十分に食べてもピンク色やオレンジ色になったりすることはありません。怠け者はジョークやミームのネタになるほど本当に遅い動物ですが、非常に熟練した泳ぎ手でもあります。そして彼らは水中では陸上での動きよりも3から4倍早く動くことができます。彼らは人間と同じように平泳ぎをすることができ、それはしばしば洪水に襲われる熱帯の動物であり、主にジャングルに生息しているため持っておくべき重要なスキルなのです。トラはネコ科の中で最大のメンバーです。そう、ライオンよりも大きいのです。またトラの縞模様は一匹として同じものはありません。その毛皮は実際にカモフラージュとして機能し、獲物が彼らを見つけられないようないい場所を見つける際に役立ちます。興味深いことに彼らの皮膚も縞模様で、毛皮だけではないのです。彼らの縞模様は私たちの指紋と同じくらいユニークなものなんです。彼らがちょっとおかしくて無邪気に見えるかもしれませんが、カモノハシを邪魔したくはないでしょう。これらの野生動物は毒を持つ数少ない哺乳類の一部です。彼らの後ろ足の先端にはトゲがあり、これが毒を放出することができます。命に関わるほどの力はありませんが、刺されると非常に痛く、腫れやその他の問題を引き起こすことがあります。テントウムシが潜在的な捕食者から自身を守る必要があるとき、膝から出血を始めます。それは実際の血液が関節から出ているわけではなく、悪臭を放つ特定の化学物質であり、これによって捕食者を追い払います。彼らは別のメカニズムを持っており、厳しい動物界で生き残るのを助けています。そう、あの特定の色です。捕食者は赤、オレンジ、黒などの鮮やかな色の組み合わせを実際にはあまり好きではありません。このような色彩を持った生物は味が悪い可能性が高いですからね。オンドリは朝になると大騒ぎをしますが、自分たちの鳴き声がどれほど大きいかさえ聞こえないため、聴力を失うことはありません。彼らを守っているのは特殊な内蔵ノイズプロテクションプラグです。メスのニワトリも同じシステムを持っており、聴力喪失のリスクを減らしています。さらにこれらのプロテクションだけでなく、内耳の毛細血管が損傷しても数日で再生することができるのです。フクロウは眼球を持っていません。それらはむしろ目の筒のようなものです。そして私たちが眼球でできるように、それらを前後に動かすことはできません。そのためフクロウは非常に柔軟な首を持っています。彼らは首を270度回転させることができます。比較すると人間はただの180度しかできません。だからフクロウは頭部に特殊な血管系を持っていて、フクロウが頭を急速に回転させて血流が止まると、この血管系が新鮮な血液を脳に供給します。ただ泳ぎ続けて。ファインディングにもでドリーという青いスズメダイがこれを歌っていたのを覚えているかもしれません。ドリーはサメではありませんでしたが、それは文字通り一部のサメの種類が受け取るべきメッセージです。アオザメ、ホオジロザメ、ジンベエザメ、その他のサメの一部は泳ぎ続ける必要があります。さもなければ彼らは呼吸を停止してしまうんです。私たちは肺を使って呼吸しますが、一部のサメは口腔ポンプ作用と呼ばれる方法を使用します。これは彼らが口を開けて泳ぐことを意味します。そのようにして彼らは水をエラを通して流すことを許し、酸素を抽出するんです。私たちの惑星で最も危険な動物はクマでもサメでも牙を持ったトラでもありません。それよりはるかに小さい蚊です。蚊は非常に煩わしいだけでなく、黄熱病、マラリア、デング熱といった重篤な病気を運びます。年間で何十万人もの人々がこれらの病気との戦いを生き延びることができません。蚊はまたシロアリとアリを除いて地球上の他の生物を全て上回る数を有しています。グリズリーベアは非常に強力な動物で、噛む力が強力であるため、ボーリングボールを砕くことができます。ボーリング場に出禁なのはこれが理由です。それにもかかわらず彼らは主に軽食をとる傾向にあります。彼らはバイソンやヘラジカ、エルクなど出くわした何でも食事にするのに十分な力があります。しかし彼らはまだ果物やナッツ、ベリー、あるいは運悪く迷子になって捕食者の口に入ってしまった小さなマウスをかじるのが好きなのです。イナランドタイパンは地球上で最も有毒なヘビで、ウエスタンタイパンとも呼ばれています。このヘビはオーストラリアに生息していて、一噛みにつき十分に成長した人間100人分以上の毒があり、治療がすぐに行われない場合、半時間で致命的となる可能性があります。
これらのヘビは大抵は内気で人には興味がないと言われていますが、他の動物と同じく脅威を感じたり刺激を受けたりすると攻撃します。ある種類のカメはお尻で呼吸することで月間にわたって氷の下で生き残ることができます。寒くなると一部の動物は安全な場所を見つけることができません。したがって彼らはどこでも厳しい冬の条件を生き抜く必要があります。そしてミツバチが巣で快適に過ごし、クマが洞穴で寝ている一方、ミシシッピアカミミガメは凍った池で過ごさなくてはいけません。氷が空気へのアクセスを制限するため、彼らは水から直接酸素を取り込み、そのお尻で呼吸します。とっても便利ですよね。カラスが非常に知能が高い動物であることはよく知られています。彼らは問題解決に優れていますが、社会的な知性も印象的だと言えます。彼ら自身の感情だけでなく、仲間の感情にも非常に繊細で、グループ内の1羽のカラスが悲観的な気分になると、それが他のカラスにも影響を及ぼす可能性があります。さらに特定の食べ物を嫌って、それを非常に鮮明に表現する鳥を見ると、彼ら自身の食べ物に対する興味も失うことがあります。ピストルシュリンプは非常に小さいにもかかわらず、世界で最も騒々しい動物の一つです。食べ物を感知すると、体長の半分ほどまで育つ大きなハサミを開いて一部の水を取り込みます。次に非常に早くハサミを閉じると、時速97キロほどの非常に強力な気泡のジェットを噴出します。この気泡はシュリンプが捕らえようとしている獲物を驚かしたり、場合によっては仕留めたりすることができます。そして気泡が弾けるときには、予想よりも大きな210デシベルもの音を立てます。ワニは我々が思っていた以上に恐ろしい存在で、多くのワニが馬のように走ることができます。この能力は古代の祖先ワニ型類から受け継いだと考えられています。ワニ型類は猫ほどの大きさで、足が長く時速約17キロほどで走ることができたとされています。小型のワニは何かに追われている時に走る可能性が高いですが、カイマンやアリゲーターは明らかにこの技術を必要としていません。彼らを見たら逃げ出すのは私たちの方ですからね。お気に入りのレストランの席に着きました。ウェイターが来てドリンクの注文を聞きます。一日中炭酸が欲しかったのでコーラを注文。ウェイターは申し訳なさそうに、ペプシしかないんですがと言います。これアメリカのレストランではよくあること、コーラかペプシの問題。どちらでもいい人も片方を選ばなくちゃいけません。今日は勝負をつけようではありませんか。どちらがより優れているのかいないのか。まずはカテゴリーから。バラエティ、両者ともいろいろな種類はありますよね。ダイエット、ゼロシュガー、そしてチェリーコークなんてのもあります。ペプシはレモン、ライム、マンゴー、スパイシーなんて風味もあります。次は味の勝負。味覚はそれぞれ違うものというのは承知です。もちろん正解はないジャンルですよね。でもそれぞれ好みはあります。コカ・コーラのレシピはコーラを作った本人ジョン・ペンバートンが売却した1891年以降厳しく警備されています。レシピは買い手のアサ・キャンドラーによって調節されました。そしてこれが今現在愛されるレシピなんです。対してペプシですが、こちらの味はケイレブ・ブラッドハムによって発明されました。数年後、チャールズ・ガスがブラッドハムの破産した会社を購入。彼はロフトというキャンディー会社を経営していました。これがペプシがコーラより少し甘い理由なのでしょうか。あなたはコーラとペプシ、どちらが甘いと思いますか。さて、今ちょうど起きたとしましょう。昨晩ピザを頼んだので朝食に食べましょうか。冷蔵庫を開けるとどうでしょう。選択に迫られます。冷たいピザか冷たいパスタか。どうしてこの2つは冷たくても美味しいのでしょうか。実はその味には化学が関係しています。パスタの専門家によると、スパゲティが次の日にも美味しいのはスターチのせいだと言います。シリアルやジャガイモに含まれるスターチ、簡単に言うと一晩冷蔵庫に置くことで材料たちがお互いをもっとよく知ることができて美味しくなるというわけ。スターチはソースの脂肪分や風味を吸収します。旨味を全部吸い込んでもっと美味しくなるんですね。この理論はピザにもパスタにも言えること。多くの人がパスタやピザを多く頼んで次の日にも楽しもうというのはただの偶然じゃないみたいですね。うちでは全然残りませんけどね。次もピザの話題を。パイナップルとピザの議論に決着をつけましょうか。
これは喧嘩の元になる議題かもしれないですね。ベリー類はピザに乗るべきではないという人もいれば、で、あれ？パイナップルはベリー類だってご存知なかったですか？パイナップルは多数のベリーが合わさった果物と分類されます。反対側はハワイアンピザ愛好家たち。彼らはトマトソースとパイナップルの掛け合いの素晴らしさを語り始めたりします。甘さと新鮮さがトマトソースの酸味とちょうど合うんだとか。これについて皆さんはどう思いますか？好き？嫌い？あ、パイナップル入りハンバーガーは試したことがありますか？そうなんです、ハンバーガーです。ファンたちはパイナップルはピクルスと同じような役割で、甘さと塩気、そして酸っぱさがバーガーの風味によく合うんだとか。双子とはいえ全く同じ人はいません。ツイックスを除いては。どちらかを選ばなくてはいけない場合、もう心は決まっているでしょうか？右のツイックス？それとも左のツイックス派？大体違いはあるのか？ただのマーケティングの仕掛けでしょうか？もしここ数年でツイックスを購入したことがあったら、何度も不思議に思ったことがあるかもしれません。普通のパッケージか、左のツイックス2本入りと書かれたものか、それとも右のツイックス2本入りと書かれたものか。ご存知の通り、ツイックスは2本で1つ。でも2021年にツイックスの販売元のマーズ社はこれに少しひねりを効かせました。このツイックスバーが同じではないと言い出したのです。コメディ風の CM を通じて、マーズ社は消費者にそれぞれの製造方法が違うと思わせたのです。ツイックスを発明した兄弟 R と CMOS は岐路に立っていました。真っ二つです。チョコレートを注ぐ方法とキャラメルの質感で揉めてしまったのです。そこでそれぞれが違う会社を建設。こちらの左のツイックスの会社では、カリカリのクッキーのベースとカラメルが滝のようにかぶさり、チョコレートで覆われます。右のツイックスはというと、コリコリのクッキーがクリーミーなカラメルに覆われ、チョコレートに抱きしめられるのです。一体何が違うのかは私には聞かないでくださいね。私の好物はオートミールですから。ヘルシー派です。ツイックスの話に戻ります。熱狂的なファンは左のツイックスと右のツイックスに本当に違いはあるのか謎を解明したんですよ。最終的に左のツイックスの方が少しだけ右よりカリッとしていると結論付けました。一体どうやって調べたのかと不思議に思ったあなた、これにはデシベル計が使われました。左のツイックスは平均 72.3 デシベルのカリカリ度で、右ツイックスは 69.6 デシベルのカリカリ度でした。うるさい方が美味しいのか、それはご想像にお任せします。ファンは包装のされ方と保存のされ方によると結論付けています。さらに左 vs 右よりも上部 vs 下部の方が影響するようです。下の方に詰められたツイックスバーは包装状況によっても少しカリカリ度が減るそうです。国ごとにそれぞれこだわりの戦いがあるとは思いますが、こちらのアメリカではピーナッツバターが上なのかジャムが上なのかが大きな議題となっています。視聴者の中には今まさに青春まっしぐらな方もいると思いますが、小さな頃に慣れ親しんだやり方はなかなか抜け出せないもの。自分でランチを詰めると想像した時、ピーナッツバターが先ですか、ジャムが先ですか。アメリカ人の多くは完璧なピーナッツバタージェリーと呼ばれるサンドイッチの作り方にこだわりを持っています。ピーナッツバターがジャムを支える基盤になるという人もいれば、ジャムが先の方が薄く塗りやすいからジャムが先だという人もいます。あなたはどっち側につきますか？どうしても選ばなければいけなかったらタコスを選ぶ？ファラフェルを選びます？そんなの比べる対象にならないと思う人も多いかもしれません。そうなんです、どちらも美味しいですが全く違う目的を果たしますよね。それぞれの定義がこちら。タコスはメキシコ料理で、トルティーヤを使いビーンズ、レタス、お好きな肉を挟んで食べるもの。ファラフェルはというと中東の料理で、ひよこ豆をもしくはそら豆に味付けしたもので、ピタパンにソースとトッピングをつけていただくもの。お分かりいただけたでしょうか？分かりにくい？もし話を聞いていてよだれが出てきて、今すぐにでも食べたいと思っていただけたら大成功です。どちらを選べばいいかわからないというなら、ファラフェルタコスがあります。きっと美味しいに違いありません。ボケーっとしていて、ふとコーヒーとスープが浮かびます。驚くなかれ、
コーヒーは飲み物ではなくスープだと言い張る人がいるんです。どうしてそう思うんでしょうか。説明によるとコーヒーはブイヨンの類だというのです。コーヒー豆は潰された後に水を使って抽出されます。この工程によってサラサラしたブイヨンができるというのです。これにはもちろん反対派もいます。ブイヨンとは似ても似つかないと言います。ブイヨンは普通食事の一環として摂取され栄養素も十分に含むと言います。でもコーヒーはコーヒーですからね。美味しくエネルギーが得られる飲み物です。あなたももしかして私みたいに低脂肪、フォームなし、ダブルショットのグランデ 2% ラテを注文するタイプですか。まあ好きなんだからいいじゃないですか。あなたもこれたいあれ食べ物編が考えついたらコメント欄で教えてくださいね。皆さんが地球について知っていることはたくさんありますよね。ではこの素晴らしい世界に対する知識をテストしてみましょう。全部で14問のこの問題、いくつ正解できますか。ギザの大ピラミッドは地球上でマンモスが生きていた時代に作られた、丸か×か。実はこれ丸。この有名なピラミッドは4500年前に作られ、毛皮をまとったマンモスが約4000年前に滅びより500年早い計算です。マンモスが最後に生きていたと言われるのは北極海のウランゲリ島。そこは今ほど寒い場所ではなかったと考えられています。地球上に生えている木は天の川銀河にある星の数よりも多い、丸か×か。これは丸。かつての試算では地球上に4000億本の木があると言われていました。しかし最近の研究によってその本数が3兆以上であることが分かったのです。これは1人当たり420本の木が生えている計算になります。一方天の川銀河の星の数はおよそ1000億、地球の木の方が30倍多いのです。あなたが目にする木は一本一本独立している、丸か×か。これは×。地球上に生えている木の 90% は菌糸体フィラメントでつながっており、養分や危険を察知した際に発する信号を交換しています。いわば地下のインターネットのようなもの。例えばパンドと呼ばれる森は地球上最大の生命体で、一見するとただのアメリカ山ならしの森に見えていて、全体が地下茎でつながった一つの木となっています。私たちが飲む水は数億年前に恐竜たちが飲んでいた水と同じ、丸か×か。なんと丸。地球に存在する水のうち完全に蒸発して飛んでいってしまったものはごくわずかで、その他の水は循環を続けています。ですからマンモスや恐竜、またそれ以前に生きていた生き物たちは私たちが今使っている水と同じ水を飲み、その中で泳いでいたのです。ああもちろんその水の中で他のこともしていたと思いますが、残念ながら古代の生物の情報は水に残されていないため、現状ではそれをきっかけに研究を進めるということはできません。雷は同じ場所に二度落ちない。果たして丸か×か。×にかけた人は正解。雷は同じ場所にいくらでも落ちてくる性質を持っています。一見するとランダムに落ちているように見えて、上空からの電流は一帯の高い場所、あるいは金属製のものに引き寄せられていきます。そのため高層ビルなどに設置されている飛来針は銅とアルミニウムの合金で作られています。これらの金属は伝導性が高く、効率よく雷を集めてくれるのです。地球上の砂漠はすべて熱い。これは簡単ですね。丸か×か。×だと思った皆さん正解。定義上砂漠は気温ではなく湿度を基準として決められます。砂漠の中で最も有名なのはサハラ砂漠で、
ここは非常に暑い場所として知られていますよね。その一方で世界最大の砂漠と言われているのが南極大陸。その大きさはサハラ砂漠の2倍です。極地砂漠と呼ばれるこれらの地形の気温は当然ながら非常に低く、他にはグリーンランドなどが極地砂漠にあたります。地球に存在する金をすべて集めると地球全体を分厚い層で覆い隠すことができる。丸か×か。答えは丸。1950年から数えると人類は20万トンの金を採取しています。それをすべて一つの立方体に集めると一辺の長さは21メートルとなります。そして近年のデータによれば地球の核には大量の金が存在していることがわかります。この金属は惑星全体を覆い隠すのに十分で、その層の厚さは人間の膝までの高さとなります。もっとも核から金を採取することは非常に困難ですから、手に入れることはないかもしれません。月と火星の地図は海底の地図よりも作成が進んでいる。丸か×か。実は丸。現在月と火星に関しては詳細な地図が作られています。もちろんそれでもなおこれらの天体では新たなことが発見され続けているのですが、一方地球の海の 80% 以上は地図制作も探検も進んでいません。妨げとなっているハードルは水圧や低温、そして光を妨げる何億トンという水です。溶岩は常に赤く燃える。丸か×か。他に何色になるっていうんでしょうね。答えは×。溶岩が赤やオレンジ色に輝くのはそれが地球の底から吹き出した溶けた岩石であるから。しかしインドネシアにあるイジェン山の溶岩は青く輝きます。ただしそれが見られるのは夜だけで、昼間はごく普通の溶岩のように見えます。その理由は大量に存在する硫黄ガスです。またイジェン山には世界最大の酸性の火山湖があります。美しいターコイズブルーの水に飛び込んでみたくなりますが、それは絶対にダメ。イジェン山は噴き出す炎も青く、世界最大の青い炎の記録を保持しています。ちなみにこの炎はガスバーナーの火が青くなるのと同じ原理です。虹は夜でも見える。丸か×か。丸が正解。この現象には月の虹と書く月虹という名前が付けられています。基本的には普通の虹と同じものなのですが、現れるのは雨上がりに晴れた月夜です。ファイアーレインボーと呼ばれる現象が存在する。丸か×か。答えは丸。日本語では環水平アークと呼ばれています。空にある雲が虹色に輝くその姿はまるで炎。正しい条件が揃った時にのみ観測される現象です。その条件とは、場所が赤道に近い、空が晴れている、鳥の羽のような雲が現れている、太陽が地平線から58度上に出ている。このような雲は氷の粒でできており、ここに太陽の光が当たると光を反射し虹色に輝くのです。すごいですね。世界には虹色の木が存在する。丸か×か。×だと思った皆さん、答えは丸。この映像はフォトショップで作ったものじゃありません。これはレインボーユーカリと呼ばれる木で、その表皮が虹色になることで知られています。表皮は毎年別々のタイミングで剥がれ落ち、新しく現れた表皮は黄緑色からオレンジ、エンジ、青、紫と次第に色を変化させていきます。世界には自然に動く岩がある。丸か×か。
これは丸が正解。アメリカカリフォルニア州のデスバレーには自然に動く石が存在しています。この一帯は毎年雨が降ると湖の底に沈み、その湖が干上がることによって再び荒野へと戻ります。その最中、夜間の気温が零下に落ちると湖面に薄い氷が張ります。そして日中暖かくなるとその氷が割れ、それが風に吹かれて移動します。この時氷に石が囚われると石も共に移動するのです。こうして動いた石は水が蒸発した後に湖底を引きずった跡とともに地上に残ります。世界には動き回る泥沼がある、丸か×か。答えは丸。世界ではそのような沼が一つだけ知られています。沼が移動する理由は全くもって不明。年間6メートルというペースで移動を続けるその沼は、カリフォルニアのサンアンドレアス断層からその旅を始めたと考えられています。人工的にその沼を止める試みも行われましたが、今のところ成果は出ていません。現状止まる様子もないため、近隣の人々の悩みの種となっています。かわいそうなピート。ピートは大の虫嫌いで、地球上のどこかに全く虫が存在しない場所を見つけたいと望んでいます。数年間に及ぶ研究と旅の結果、ピートはついにその場所を発見。南極大陸です。この地を訪れたピートは寒さで虫が生存できないと確信しました。しかしピートは地球上の全ての大陸に昆虫がいるということを知らなかったのでしょう。とはいえ、ある意味ピートは正しいと言えます。南極大陸にはほとんど昆虫が暮らしていません。実際この地を生息地と呼ぶことのできる昆虫は1種類のみ、羽を持たないユスリカの南極ユスリカです。この昆虫は極小ですが、南極大陸では最大の陸生昆虫なんです。さて、地球上で完全に昆虫から逃れられる場所がないということはお分かりいただけたでしょう。ただし、これは 100% 正しいとも言えません。皆さん、水泳は得意ですか？なぜなら、地球の表面で昆虫が暮らしていない唯一の場所は海なんです。昆虫はなぜ海をひどく嫌うのでしょう？はっきりとした答えはまだ分かっていませんが、一部では食べ物や保護を提供してくれる植物が欠落しているためであると考えられています。昆虫たちは巨大スパイネットワークでも持っているのかもしれません。複数個の耳で聞き耳を立てているためです。ただし、昆虫の耳の多くは頭以外の場所にあるんです。羽、足、腹部や首に耳を持っている昆虫も存在します。昆虫の多くが孤独な暮らしをしていますが、家族を形成する昆虫も存在します。例えば、クロツヤムシ。彼らは家族に似た集団を形成するんです。このような環境では両親が働き子供を育てます。さらに自分たちだけの特別な言葉を持ち、キーキーと鳴きながらコミュニケーションをとります。昆虫はある程度の高さから落下した場合、怪我を負うことがあるのでしょうか？昆虫という被験者は複雑ですが、仮にアリを例にとってみましょう。アリは落下ダメージを受けませんが、これは体が小さいということが理由なんです。多くの昆虫は数キロの距離から落下しても無傷でいることができます。この理由に関しては数学や物理学が関係しています。もちろん昆虫自体は気にもかけていないとは思いますが、端的に言えば昆虫の体重は軽すぎて激突した表面からの影響をほとんど受けることがないのです。昆虫が落下しても速度は上がるようなことはありません。むしろ速度が落ちるのです。軽い体重からすればアリには比較的大きな表面面積があると言えるでしょう。そのため空中移動中にたくさんの空気抵抗を生み出し、フライトの後半には速度をかなり失うことになります。アリといえば地球上にはどの瞬間をとっても常に1000兆匹存在します。人類の人口を73億人として考えると、人間1人につき140万匹の計算です。このように考えてみると、地球はどちらかといえばアリの惑星と言えますね。宇宙飛行士のヘルメットをかぶった見栄えはなかなか想像できないかもしれません。見栄えは宇宙に送り込まれた初の生物。時は1947年、
V2 ロケットに乗って地球を出発した見栄えは200秒で上空110キロ地点に到達し、パラシュートで地球へと帰還しました。昆虫によってはこれほどの幸運には恵まれていません。例えばイモムシには合計12個の目がついているのに実質盲目なんです。イモムシの単純な目では光と闇を見分けることができません。そのため目の前にあるものの明確な姿を捉えられないのです。いやいや、メガネなんか役立ちませんよ。昆虫によってはデートにかなりの労力を費やしています。いい例を挙げるならカワゲラでしょう。メスを魅了するため腕立てに励むのです。蝶が足で環境を味わっていることはご存知でしたか？聞き間違いではありませんよ。蝶の足には食料を見つけるために役立つ味覚受容体が備わっています。そのため葉の上に降り立つことで味見をするのです。蝶は植物にイモムシが食べられる食料が備わっているかを吟味してからその場所に卵を産みつけます。しかし噛みついたりすることができない蝶はどのように食事をするのでしょうか？蝶たちが使っているのはチューブのような見た目の糞と呼ばれる長い舌。過蜜などの液体を吸い取るために役立ちます。こちらの器用な昆虫のご先祖様は恐竜が誕生するずっと前から地球上に存在していました。化石の記録によれば古代のバッタたちが初めて現れたのは3億年前であるということが分かっています。昆虫はロック好きという話を聞いたことがありますか？シロアリに関してはある意味このジャンルの音楽を好みます。シロアリは周りにある木の種類を把握するために木を食べるのです。このために利用されるのが振動。振動は最高の食料を見つけるのに適しているからです。ヘビメタやロックがかかっているとシロアリは通常よりも素早い速度で木を咀嚼することができるのです。ブラームスやバッハでは速度が落ちるんですかね？あるいは寝落ちてしまうのでしょうか？こちらの昆虫は見分けることが難しいでしょう。かくれんぼの天才で歯のような見た目をしています。このハムシは進化の過程で目の前で捕食者から隠れることができるようにとこのようなカモフラージュ技術を発達させていきました。前後に揺れて風に吹かれた葉を再現することもできます。自然界にも天気予報士が存在します。蚊のコオロギです。コオロギはいわば温度計のような働きをします。コオロギを利用し外出先で外の気温を知ることも可能です。1秒間に聞こえるコオロギの鳴き声をカウントして4で割り、その答えに40を足してください。これが歌詞でのおよその気温です。コオロギは特徴的な鳴き声を持ちます。コオロギは鳴き声を利用してメスを引きつけたり縄張りを守ったりするんです。そうなんです。同じ鳴き声で引きつけることも追い払うこともできます。ガーデニング業に興味をお持ちの方、テントウムシの導入をご検討ください。テントウムシは他の昆虫を食料とします。植物にとって有害となる昆虫を排除してくれるのです。見栄えや他のハエを牽制します。テントウムシは1年という生涯でおよそ5000匹以上の昆虫を摂取するんです。それではここで働き蜂に関する面白いデータを見てみましょうか。働き蜂の羽は1秒間に190回羽ばたくことが可能。数学なら任せてくださいね。1分間に1万1400回の計算です。すごい運動量ですね。蜂にはこれだけの力が必要なんです。蜂のコロニー1つにつき毎年約100キロ分の蜂蜜を生産します。これは蜂蜜瓶220個分に値します。自然界の工場と言えますね。しかし蜂は利益の出し方を学ぶ必要があるでしょう。経済活動は蜂の本能にはプログラムされていません。蜂に関する面白い情報といえば、蜂の巣の温度は外の天候に関係なく常に93度程度に保たれています。蜂の巣は環境を遮断することが得意なんです。さらに蜂は食事用と蜂蜜貯蔵用の異なる胃を持っています。食事中には蜂蜜作りをしないということですね。さてまだ動画は終わりではありませんよ。クモに関するトリビアをご紹介いたしましょう。クモは他の昆虫から農作物を守るのにかなり貢献していますよね。こう考えてみればクモにも感謝しなくてはいけません。
雲は視力も抜群。人間が見ることができないような光を感知することができます。例えば紫外線 A 波と紫外線 B 波。雲のスーパーパワーといえば、雲の糸には同じ厚みの鋼の糸の5倍の強度があります。一部の科学者によれば、もし雲が人間ほどの大きさだったら、雲の糸は飛行機程度の物体を止めることができると考えられています。雲の糸はもともと液体ですが、空気にさらされることで硬化するんです。雲は硬化でアリのように進化していきました。なぜでしょう？この方が捕食者の回避や食料の狩りがしやすいためです。雲は羽を持ちません。しかし飛び跳ねることができる雲は、自分たちの体長の50倍の距離を移動することが可能なんです。雲のことを考えていたら、なんだか神経過敏になってきました。皆さんは大丈夫ですか？エンパイアステートビルのタワーは、もともと飛行船のドッキングステーションとして機能するよう設計されていたんです。その理由は、当時の人々が将来飛行船が主要な交通手段になると信じていたから。このプロジェクトにはタラップ、チェックイン、税関なども含まれていました。でもその後、エンジニアたちはこの高度だと風が強すぎることに気づき、当初の計画を断念することになったのです。地球上で最長の滝であるエンジェルフォールは、エンパイアステートビルの2倍以上の高さがあります。そのため寒気には落下した水が地面にたどり着く前に蒸発してしまうこともあるほどなんだとか。ブループは地球上に鳴り響いた音の中で神秘的な音の一つだと言われています。この海洋動物が発しているような音は1997年に発生しましたが、生物が発する音にしては音量が大きすぎました。約1分間鳴り続け、低いざわめきから始まり、頻度が増していったのです。南極大陸は巨大な氷の世界が広がっているように見えるかもしれませんが、実際には氷の下に巨大な大陸が隠されているんです。つまり他の大陸と同じように火山、山、そして谷があるということ。近年科学者たちは、南極に地球上で最も低い地点があり、巨大な山脈があることも発見しています。多数ある火山のいずれかが噴火した場合、表面の氷の大部分を溶かしてしまい、氷が海へ流出し、海面が上昇することになるので、世界中の沿岸地域は洪水に見舞われることになるでしょう。さらに海水の濃度も変わってしまい、海洋生物が危険にさらされる可能性もあります。でもこれらの火山は全て旧火山なので、今のところは大丈夫。南極の昼間はなんと6ヶ月も続きます。その理由は、南極には1年を通して日没と日の出が一度ずつしかないから。初期の地球は緑ではなく紫色をしていた可能性があります。現在古代の微生物は日光を吸収するためにクロロフィル以外の分子を使っていたという説が挙げられています。そしてこれらの分子によって生物は紫色を帯びるようになっていたのかもしれません。石器時代、中央ヨーロッパの全人口は約1500人だったと言われています。ということは、当時の全人口が現在の中型クルーズ客船に乗ることができたという計算になりますね。天文学者は、天の川の質量が約 1.5 兆太陽質量であることを理解しています。そしてこの質量のごく一部が銀河の中心に位置する400万太陽質量の超大質量ブラックホールと2000億個の恒星であるとされており、残りは神秘的で肉眼では見えない暗黒物質によるものだということです。北極の氷と全ての氷河が同時に溶けた場合、海面は26階建ての建物の高さまで上昇してしまいます。ブラックライトや紫外線で照らすと、熟しているバナナは明るい青に見えるんです。これは果実が成熟する際に葉緑素が分解されるためです。太平洋はプレートテクトニクスの動きにより毎年縮小し続けていて、大西洋は同じ分だけ大きくなり続けています。最後の氷河期以降、世界中に残っている氷床は2つだけ。1つ目はグリーンランド氷床、そして2つ目はかなり巨大な南極の氷床で、メキシコとアメリカ本土の面積の合計と同じくらいのサイズがあります。津波はしばしば見過ごされているんです。その理由は、浅瀬に到達するまで水面よりも数センチほどしか上昇しないため。
でも海が深い場合には長距離旅客機と同じくらいの速度で移動できるんです。浅瀬に生息するサンゴは日光を使って太陽から自身を保護しています。それなしでは日光が藻に害を及ぼすことになってしまうからです。サンゴは主な食料源である藻類を保護するために蛍光を発しています。このプロセスにより日焼け止めの効果があるタンパク質が生成されるのです。地球上の火山活動のほぼ 90% は海中で発生しています。南太平洋には火山が最も集中していて、1133個の火山円錐球を持つ火山クラスターがあります。これらすべてニューヨーク州と同じくらいのサイズの海域で活動しているんです。ベーリング海の真ん中にあるゼムチュグ渓谷は最大の海底谷です。海底には世界中のすべての美術館を合わせたよりも多くの宝物や工芸品が沈んでいます。1900年巨大ハリケーンが中央アメリカ付近とメキシコ湾を襲いました。その後フロリダ州とテキサス州を襲い、アメリカの歴史上最も破壊的なハリケーンであると言われるようになったのです。このハリケーンが最初に発見されたのは8月27日。何日も移動し続け、テキサス海岸に到達するまでにはカテゴリー4のハリケーンに変化していました。ハリケーンはサファ・シンプソンハリケーンウィンドスケールにより風速と強度により分類されます。1から5までの5つのレベルのカテゴリーがあり、1が最も弱く、5が最も強力。当時のガルベストンの人々がオクラホマとカンザスにまで届くほどの嵐に備えるための時間はたった4日間でした。その後、巨大なハリケーンはグレートプレーンズへ向かい、ニューイングランドの五大湖を通過し、カナダ南東部へと進みました。嵐に耐えられるはずの3600以上の家も強力な嵐により被害を受けたのです。当時の人口により数百万戸とまではいきませんでしたが、数十万戸の家屋が破壊されたことに相当するほどの被害だったそうです。スポッテッドレイクはカナダで最も不思議な場所であると言われています。冬と春には他の湖と同様普通の湖に見えるので、水が蒸発し始める夏に訪れてみましょう。そうすれば青、緑、黄色の斑点のある水玉模様の風景を見ることができ、別の世界に入り込んだように感じられます。夏の間には300個以上の小さな池ができるので、魔法のように見えるのです。人々は数世紀にわたってさまざまな治癒効果があると信じてきました。でもこの鮮やかな色は科学によって説明がつきます。それぞれの池のミネラルの濃度が異なるため色が違って見えるのです。厳密に言うと我々は太陽の中に住んでいることになります。太陽の大気は目に見える表面をはるかに超えて広がっているからです。地球は太陽から約1億5000万キロ離れていますが、それでも太陽の大気の範囲内なのです。オーロラは太陽からの荷電粒子が地球の磁場に引きつけられ、極の近くの上層大気に衝突した際に発生します。地球の自転の速度は徐々に遅くなっているんです。でもそれは100年ごとに17ミリ秒というゆっくりとしたペース。そのため1日も長くなっているので、1億4000万年後には1日が25時間になっていることでしょう。地球の最南端の大陸である南極大陸は5番目に大きな大陸に過ぎませんが、地球上の淡水の約 70% と氷の約 90% が蓄えられています。ちなみに南極大陸は砂漠ともみなされているんです。地球上の多くの岩石は火星が起源なんですよ。科学者たちはサハラ砂漠、南極大陸およびその他の場所で見つかった隕石の化学物質の含有量を分析。それによりこれらの岩石の起源が火星であることが判明したのです。デンマークには世界最大の砂の城があります。この城を制作した30人の砂の彫刻家は、嵐の多い長い冬にも耐えられるようにするため5000トン以上の砂を使い、耐久性を高めるために接着剤の層と一緒に 10% の粘土も加えました。吸収されなかった格子の一部は再放出され、その波長によって私たちが見える色が決まるのです。太陽光やより高いエネルギーの格子に物質をさらすと、その物質の発光弾がダメージを受け、特定の波長の格子を放出できなくなることがあるのです。
赤い素材は太陽光で最も色褪せします。発色団が赤色光を放出することで他の波長の光子を吸収しているからです。地球は宇宙で回転している巨大な環状交差点のようなもの。でも地球では重力というもう一つの力が働いているため回転していることを感じないのです。地球の自転により地上の物体がカタパルトに乗って発射するようなことにならないのは重力がその約1000倍の力で地面に引きつけているためです。地球には毎日60トンから100トンの宇宙の塵が落下してきています。これらの小さな宇宙粒子のほとんどは彗星によって放出されたもの。彗星は通常塵と氷でできているので太陽が氷を蒸気に変える際に残りの塵が地球に落下することになるのです。物事には裏表があります。このコットンパッドも同じ。表と裏はそれぞれ質感が違います。滑らかな面は目の周りなど顔の繊細な部分に使うためのもの。粗い面は額のような繊細ではない面のメイク落としをしたりするためのものです。お家でガーデニングをやっている方なら植木鉢の底に穴が開いていることにお気づきでしょう。この穴は植木のために開いている水抜きの穴。水やりをした時に底が開いていないと水がたまり植物がダメになってしまいます。またこの穴のおかげで根がより長く伸びることができます。アビエーターサングラスのレンズは緑がかっているものが多く、これはその成り立ちに由来しています。このタイプのサングラスが登場したのは1930年代。それ以前のパイロットたちは上空で目を守るためにゴーグルを着用していました。高高度の直射日光と気温から目を守っていたのです。ゴーグルは確かに目の防護に一役買っていましたが問題がありました。ゴーグルの外側と内側の温度差によって曇りが生じていたのです。それを受けたボシュロム社は軽量の金属フレームにティアドロップ型のレンズを用いたサングラスを生産。この時レンズの色は雲の上で問題になっていたブルーライトをカットするために緑色になりました。この色のレンズは乱反射を防ぎ物をよりくっきりと見せてくれる点でも優れていました。コンバースのスニーカーの左右に並ぶ穴は果たしてなくてはならないものなのでしょうか。まずこの穴は靴の通気性をよく保ち足回りを涼しく保ってくれます。また靴紐をいろいろな方法で結ぶ上でも役に立ちますよ。ペットボトルに溝がつけられている理由は2つ。1つは冷たい飲み物が入っている際に外が暑いと結露が起こります。また運動中に手に取った際には手が汗で濡れていることもありえます。この溝はそのような状態でもボトルがつかめるようにとつけられたものです。もう一つの理由は強度。この溝をつけることでより薄い素材で丈夫なボトルを作ることができます。全体の生産コストも下がるというわけなのです。木製ハンガーは見た目が良いだけではありません。杉でできているハンガーの場合クローゼットに良い香りをもたらし、また虫除けの効果も期待することができます。また丈夫なためジャケットなどの重い衣服をかけるのに重宝します。寿命が長いのもメリットの一つですね。皆さんは歯磨きチューブの下側に色のついた四角を見たことがあるかもしれません。四角の色は青や赤、緑、あるいは黒。これは工場でのチューブの生産ラインで機械に信号を送るためのマークです。このマークを目印に機械はチューブを裁断します。ブーツには上側やかかと側にループがついています。これはただの装飾に見えて実は目的があります。このループを持てばブーツを履く際に上に引っ張り上げることができます。またぶら下げたり靴紐を通して全体を補強したりと様々な用途で使うことができます。掃除機についてきたアタッチメント、全然使ったことがないなんてこともありますよね。これらのアタッチメントはノズルの届きづらい場所などを掃除するために使用するもので、おうち掃除の強い味方です。野菜のピーラーの目的はわかりますよね。実はこれ人参やジャガイモの皮むきだけではなく玉ねぎにも使うことができます。オニオンスライスを包丁を使うことなく作ることができるんです。素早く作業ができるため涙も出ません。一部のトレーナーには襟に V 字の縫い目がついています。これは襟を伸縮自在にするもので襟につけられているものによく似ています。
これのおかげでその服を比較的簡単に着ることができるのです。型崩れもしません。また汗を吸う目的でも作られています。もともとこの縫い目はトレーナーの前と後ろについていました。しかし時とともに後ろの縫い目がなくなり、前の縫い目も飾りとなりました。今ではその名残として V 字の飾りが残るのみとなったのです。輸入品のスナック菓子などのパッケージについている色とりどりの四角は栄養分表示ではありません。秘密の暗号というわけでもありません。これは印刷機のエンジニアに向けて作られているもので、プロセスコントロールパッチなどと呼ばれています。パッケージの印刷の最中、製造者はこのブロックを確認して印刷が正しく行われているかを見るのです。これのおかげで世界中のパッケージの品質が一定に保たれています。大抵の印刷機は4つの色、イエロー、マゼンタ、シアン、そしてブラックのインクを使用します。さらにグリーン、オレンジ、バイオレットといった色を使う場合もあります。特定のパッケージで複数の円を見かけるのはそのためで、これらはインクテストのために付けられています。ノートの K 線、これは実は字を書くためのガイドラインというわけではありません。もともとはノートに書かれたものをネズミから守るための仕組み。その昔、人の家にはネズミが住み着いており、紙を含むあらゆるものをかじっていました。そこでネズミがかじれる限界の線に K 線を引き、文字が書かれた場所へ到達しないようにしたのです。スーツには下襟付近に閉ざされたボタン穴がついています。そしてこのボタン穴はついていない服もあります。このようなボタン穴はスーツジャケットで見つけることができます。他にもキャンプシャツやピーコートなどにもついています。これは下襟の歴史の名残。最も古いものが現れたのは19世紀。それ以前の男性は高い襟を持ったフロックコートを着ていました。コートのボタンを上までしっかり留めてきていたのです。そして暑い日には上のボタンを開いて襟を下ろしていました。この着方をすると折られた襟が左右対称になるのです。この形が現在の下襟となりました。下襟が生まれてからこのボタン穴は花を刺す場合など、よほどフォーマルな場でない限り使われなくなりました。そのため現在ではただのファッションとなっているのです。ティーバッグは本来の使い方とは別に、靴の足の匂いを消すために使うことができます。未使用のティーバッグを夜の間に靴に入れておくと、翌朝匂いがかなり吸着されているはずです。使い終わったティーバッグは捨てるように。紅茶を入れるのに使っちゃいけません。バインダークリップは本来の使い方とは別に、マネークリップとして使うことができます。ペーパークリップも同様。お気に入りのブレスレットが壊れてしまった時にもペーパークリップが役に立ちますよ。切れたブレスレットにクリップを通し、しっかりとねじれば元通りです。世界最大の砂の城はデンマークにあります。高さは21メートルを超える高さで、このお城を作った砂の彫刻家は5000トン以上の砂を使いました。そして耐久性を出すため 10% の粘土と接着剤の層を加えました。長く嵐の多い冬の間も崩れないようにするためです。巨大なジャガイモの中に泊まることができるんですよ。休暇をユニークにくつろいで過ごしたいなら、縦 8.5 メートル、横 3.7 メートルのジャガイモの中のベッドを予約しましょう。まあコンクリートと鉄、漆喰でできたジャガイモのように見える建物なんですけどね。数十年前のティーンエイジャーは現代の高校生と違って見えます。一目見てずっと年上に見えませんか？ですがそれは単にライフスタイルの違いのせいです。成長し、彼らがおしゃれだと思った服を買い続けているんです。そして現在、そういった服は50代から60代の人々が着る服のスタイルを連想させます。それぐらいの年代の人がティーンだった頃の写真を見ると、年を取っているように見えるのはそのせいです。でも現実には現代のティーンエイジャーと外見は変わりません。現在のティーンも同じようになりますよ。成長期におしゃれだと思ったタイプの服を買い続けるため、未来の世代は年を取った人の服装を連想します。ジャガー、クロカイマン、ナマケモノ、オオアルマジロ、アマゾンの熱帯雨林には
さまざまな動物がいます。ですがあれは何でしょう。少し巻き戻しましょう。ええ、真ん中にいるのはザトウクジラです。海でもなかなか見られない生き物ですので、アマゾンにいるなんて驚愕の事実ですが、2019年、地元の人々が死んだザトウクジラを見つけました。おそらくアマゾンの河口に流されてきて、潮が引いた時に陸に残されたのでしょう。ゾウの耳は巨大で、耳を後ろに引いて雑音をスキャンします。ですが時々、ゾウは遠くの音声や雑音を足を使って聞くことがあるんです。遠くの音に気づいた時、ゾウは動きを止め前に身を乗り出します。体重を前足に移し、前足を持ち上げることもあります。アップルパイはアメリカのものだと思う人が多いのですが、違うんですよ。リンゴの起源は実はアジアにあると言われ、記録に残る最も古いレシピはイギリスで見つかっています。物質の色が日光のせいで焦るとき、その色はどこへ行くのでしょうか。発色団という分子の域で色を得ている特定の物質が存在するのですが、それらは特定の波長で光子を吸収します。光子は基本的な光の単位です。吸収されない光子は再放射され、私たちが見える色は波長によって決まります。物質を日光、つまりエネルギーの強い光子にさらすと、発色団がダメージを受けて特定の波長で光子を発することができなくなることがあります。日光によって最も色が褪せやすいのは赤いものです。赤色の発色団は他の波長の光子を吸収することによって赤い光を発するのです。あなたは料理をしています。野菜を切っていると、あ、いけない、涙が。玉ねぎを切っていると涙が出るのは、皮を切ることで酵素とスルフェン酸が放出されるためです。その2つが合わさるとガスができて空気中に広がり、目が炎症を起こします。それで炎症を起こす酸を流すために涙腺が刺激されて涙が作られます。脳は高レベルの機能を必要とすることを2つ同時に行うことはできません。ええ、マルチタスクはできないんです。血液を流し出したり呼吸をしたりするのは低レベルの機能ですので、マルチタスクとは言えません。レベルが高いのは本当に考えなければいけない活動のことです。ですからマルチタスクとされているのは、急速に2つ以上のタスクを切り替えることです。足と手を反対方向に動かしてみてください。椅子に座って左足を時計回りに回し、同時に左手で8の字を描きます。または右手と右足で同じようにしてみましょう。足が方向を変えたように見えるでしょう。ほぼ全ての人がそう思うんですよ。足を反時計回りに回しても同じことが起きます。交通がとても速い円形交差点に入ると、奇妙な力がかかってそこから投げ出されるように感じますよね。地球は宇宙を回る巨大な円形交差点で、そのスピードは時速約 1609km です。ですが地球と私たちに他の力、引力がかかっているため回る力を感じません。私たちを宇宙へ放り投げようとする回転の力の1000倍の強さで地面にしっかりと押し付けているのです。歯磨き粉には歯を磨くとき泡を立てる洗剤が含まれますが、その石鹸のようなまずい味を紛らわせるために甘味料が使われています。もちろん砂糖ではなく、その他の洗剤の味をうまく隠す甘味料です。こういった甘味料の化学物質は水分を引きつけます。水の分子を歯磨き粉に閉じ込め乾かないようにするのです。暑い気候の時には空腹になりにくいことが多いのに気づいたことはありますか？食べ物の消化のような体の中で起こっている代謝の過程は全て熱を発生させます。1000キロカロリーの食べ物を食べた場合、役に立つエネルギーに変わるのは250キロカロリーだけです。残りのカロリーは無駄な熱になるのです。外が暑いと体は加熱して危険な状態にならないよう一生懸命働きます。ですから
大盛りのランチを消化するとき発生する余分な熱が必要なくなります。それで体が食欲をしばらく抑えて、それまでに蓄えておいた脂肪からエネルギーを得るようになるんです。自宅のベッド以外の場所で寝た場合、いつもより鮮明な夢を見ることがあります。ホテルやその他の慣れていない場所で眠ると、科学者の言う初夜効果という状態を経験します。ある研究で、新しい環境で初夜効果を経験しているとき、左脳の眠りが右脳より浅いことが発見されました。おそらく捕食動物や危険となる可能性があるものを警戒する進化のメカニズムのせいでしょう。ホテルの部屋のベッドの下に怪物がいるわけではないですが、何千年も昔はどうか分かりません。また新しい環境での初めての夜には目が覚めやすくなります。何度も目が覚めると夢を覚えていやすくなり、鮮明に感じられるのです。あなたは職場でランチを食べたばかりで、その日の最後の仕事を終えようとしていますが、終えられません。エネルギーが急になくなり、横になって昼寝しないとまともに働けそうにないのです。原因は炭水化物の多い食事と前の晩の睡眠不足、または十分水を飲んでいないことかもしれません。そしてもう一つ、理由となる可能性があることがあります。脳には体内時計、またはサーカディアンリズムを統制する小さな部分があります。この部分は体に眠気を起こすホルモンであるメラトニンを放出するよう信号を送ります。そうなると眠くなり、体温も下がります。この現象のミニチュアバージョンが午後2時から4時の間のどこかの時点でも起こるんです。なぜかは解明されていませんが、サーカディアンリズムに主要な24時間サイクルと12時間サイクルがあるからかもしれないと考える研究者もいます。寝ようとしているとき、最高のアイデアが浮かんだような気がすることがあるかもしれません。起きている状態から寝ている状態へ移行するポイントを入眠状態と言います。この状態が創造性と関係していると考えられているのです。メアリー・シェリーは自身の人気小説フランケンシュタインのアイデアを白昼夢の状態で思いついたと言っています。有名な芸術家のサルバドール・ダリはこれを眠りの鍵の段階と呼びました。この状態の時は心が自由に動き回り、スマホも他人もその他の邪魔するものもありません。それで自然に湧き起こるアイデアや創造的な思考の余地があるのです。この状態に入ってすぐに眠ってしまうと、おそらくインスピレーションをほぼ忘れてしまうでしょう。ですので、念のため紙とペンをベッドの脇に置いて準備しておきましょう。気温が 36.7 度だと、人間の体も同じ温度なのにより熱く感じます。まあ実際はこの温度は体の中核の平均温度です。肌の温度は 33.9 度ぐらいですが、指やつま先、顔はそれよりずっと冷たいんですよ。肌の受容器官は温度の差や変化に反応します。手でお腹の肌に触れると、どちらも肌温度なのに手は温かさを感じ、お腹は冷たく感じます。それと近い現象で、指を口に入れると、口の中で指は舌に比べるとかなり温かさを感じます。未来には自動運転や空飛ぶタクシーが待ち受けています。しかし過去には地下の気象館を通じて猫を輸送したことがあったんです。しかも生きたまま輸送できたんですよ。どうやってそれがつながれていて、なぜ私たち人間はそれを使って旅しないのか、この動画で見ていきましょう。アメリカの企業が考えたハイパーループという輸送システムは、真空チューブを使った超高速移動が可能になると何年も約束してきました。その野心的な計画の一つが、時速 1100km 以上で走行可能な高速列車。それに比較して現在利用されている旅客列車の平均速度は時速80から 160km。 しかし実はこの構想、昨年断念されたのです。ネバダ砂漠でプロトタイプまで作ったところ、プロジェクトに多くの問題が出てきました。そもそも巨大なチューブを作り、それらを都市部を含む各地に設置する必要があります。また列車は曲線はうまく通れないため、チューブは直線である必要がありました。2020年、
時速 170km で2人を乗せた試運転が行われています。これはこの技術を使用した乗車としては初の成功事例となっています。しかし試作が成功したものの、輸送するのは人ではなく物になることを企業は発表しています。この種の交通手段は人間を対象として二度と使われないということなのでしょうか。歴史を振り返ってみましょう。チューブ型輸送システムは空気圧を利用し、チューブを通して物を輸送します。機装艦やエアシューターとも呼ばれ、昔は大きな建物でメッセージを送ったり、小さな物を運ぶために使われていました。今日でも病院や銀行、店舗などでは薬やお金を素早く送るために使われています。仕組みは次の通り。例えばあなたがレジを備えた店舗の店主だとしましょう。現金を歩いて金庫まで持ち運ぶと盗難のリスクがあるので、現金をチューブを通して送るのです。それぞれのレジは金庫かレジ係のオフィスにつながるチューブに接続されていて、送るものはすべて特別な容器に入れられ送られます。その容器はチューブにしっかりとはまって、圧縮機が作る真空によって吸い込まれます。容器は通常頑丈なプラスチック製の筒型の箱で、最大約 2kg のものを時速最大 35km で運びます。ただしこの仕組みには制限があることを考慮に入れなければいけません。まず既存の建物にチューブ輸送システムを設置することは困難です。通常このようなシステムは設計の初期段階で慎重に計画されなければいけません。また貴重な物品が輸送中に詰まったり破損したりするリスクもあります。さらに 2kg 以上の大きなものは運べないため、肉体労働が必要ではなくなるわけではありません。1953年まで半世紀以上にわたり、ニューヨーク市郵便局は似たようなシステムを利用して郵便物を輸送していました。市街地の道路の最大 1.8m 下を走る地下に設けられたパイプがベースとなっていました。当時としては革命的な速度だったため、このシステムを操作していた人はロケット技師と呼ばれていたほどです。繁忙期にはこのチューブシステムは1日あたり約10万通の手紙を処理していました。これは市全体の郵便物の3分の1に当たります。機装艦を使って最初に送られたものは、旗に包まれた本と重要な国家文書の写しでした。これを使って冗談で送られたと噂される面白いものには、偽の桃やサンドイッチなどがあるそうです。一度猫を機装艦で送ったこともあるらしいですよ。その猫がなぜそんな速度でも大丈夫だったのかは想像を超えますが、ちゃんと通れたようです。しかしコストが高すぎて、郵便局はすぐにこの配送システムをやめざるを得なくなっています。ニューヨークの人口も増え、この小さなチューブでは手紙の数が間に合わなくなったのです。ハイパーループ構想は同じ原理を用いて人々を輸送するというアイデアでした。魅力的に聞こえますが、新しいアイデアではありません。同じような構想を元にした画像が19世紀に遡って存在します。20世紀になると大企業が自動車の販売に注力したため、この構想は十分に研究されていないという研究者もいます。しかし現代の技術をもってしても、真空チューブの電車を建設するのは至難の業。それは主に複数の領域でエンジニアリングが必要となり、費用がかかるから、また許可を取得するのも困難となるでしょう。もう一つの問題は、狭い場所に詰め込まれる圧縮空気が膨大な熱を発生すること。つまりこの計画には冷却システムを組み込む必要があるのです。潜在的な解決策の一つが、各列車に水のタンクを設置し、熱を捉えて次の駅で蒸気に変えることでした。非常論としてはあり得るのかもしれませんが、現実の世界では列車内には適切に熱交換するためのスペースがあまりありません。これには多くの水が必要となり、つまり重量が増え、となると最終的に速度が落ちることを意味します。しかし今年初め、あるアジアの会社が空気の圧力を用いた最速の列車の製造に成功したと主張しています。理論的にはこの装置を使えば、ニューヨークからロサンゼルスまで1時間未満、ロンドンからパリまでわずか15分で輸送することが可能となります。それを証明するため、試作車両が時速 623km に達した 1.6km のテストトラックが設置されました。この会社はこの試運転を成功とみなし、試験チューブ、車両、線路間のシームレスな作用が証明されたと述べています。プロジェクトの開発途中、問題点も明らかになりました。電力停止、水漏れ、火災、または単純なヒューマンエラーが致命的な事故につながる可能性があります。
さらに列車の速さと急激な加速が乗客に不快感を引き起こすことも分かりました。ハイパーループ以外では未来の移動はどのようになるのでしょうか。移動手段が改善され時間、費用、事故などが減れば生活が楽になりますよね。一つの案は浮いて走る高速列車。リニアは強力な磁石を使い線路の上に車両を浮かせて走るので通常の電車よりも騒音や振動が少なくかつ速く移動できるのです。この列車は線路と摩擦しないため止まってしまう可能性も低くなります。またガソリンも必要ないため資源面でも優秀。この列車はエンジンの代わりに壁やレールに特殊なコイルで作られた磁場を利用し前方に押し出されます。現在これらの路線はアジアの6カ所で稼働していますが近いうちにアメリカでも見られるかもしれません。最初の一つとしてワシントン DC とボルチモアを結ぶ計画があり後にニューヨークまで延伸するかもしれません。空飛ぶタクシーは約20の会社が構想中です。小型飛行機の助けを借りて都市で人々を輸送するのです。目的は地上の人々を邪魔することなくマンハッタンからケネディ空港まで70ドル程度の公正な価格で安全な乗り物の旅を提供すること。課題として飛行費用の削減、都市騒音、そして混雑した都市上空を飛ぶことに関する規則作りなどが挙げられます。自動運転を不安に思う人は今でもいますが、これは現実となりつつあるようです。多くの自動車会社がプロトタイプを試運転中ですが、安全性に関してはまだ疑問が残っています。また、人間のドライバーに適用されるルールが自動運転にも適用されるべきかどうかもまだわかりません。多くの事故は運転手が注意を払っていないために起こりますが、ロボットは気が散ることはありません。自動運転車はリスクを少なくし、安全のためにスピードを落とすように求められます。欠点は高いお値段。1台あたり10万ドル以上になると予想されています。ドローン配送などのプロジェクトもすでに実施されています。例えば UPS のドローンが連邦航空局からの承認を受けたアメリカで一般家庭に薬を届けました。より大規模に使用する前に規則の整備が必要となりますがドローンの使用に関する大きな前進となりました。ドローンは人々の頭上を自由に飛行する前にまず安全性が証明されなければいけないので現時点では主に地方や病院周辺でのみ使用されています。交通渋滞を解消するために地下道路を建設してそのトンネルで車を走らせればいいという案もあります。飛ぶ車よりもこっちの方が使えるかもしれません。こちらは天候に影響を受けませんからね。また車を大型エレベーターで降ろし金属製の高速プラットフォームで車を移動させるという案もあります。利点は事故リスクが少なくなり速度が速いという点。例えば野生動物が道路を横断するといった事故はなくなりますね。また交通渋滞もなくなるためコストの削減となるはずです。そうなると都市部はもっと美しくそして静かになることでしょう。本日の予定飛行時間は3日間です。世界最長の飛行機エアランダー10の未来の乗客は目的地にはすぐには到着できませんが間違いなくスタイリッシュに移動することができます。非常識な外観から飛行するお尻というニックネームを持つこの飛行機は豪華なスイートベッドルーム、高級バー、そして地平線の眺めが素晴らしいガラス張りの内装を備えています。エアランダー10は空港を必要とせず陸地や砂地、海、もしくは氷の上などあらゆる平らなところから離陸や着陸が可能で空気式のスキットを使用します。また排出ガスが少ないため環境にも優しく最も安全な航空旅行の形態になることが期待されています。この驚異的な92メートルの航空機は飛行船やヘリコプター、飛行機を掛け合わせたものになります。他の航空機は浮力、遠直推力、または揚力のいずれかの方法を使用して飛行を維持しますが、この航空機はこれらすべての原理をすべて合体させています。まずはじめは浮力です。エアランダーは空気よりも密度の低いヘリウムを大量に採用します。これにより飛行機やツェッペリンの航空機のようにヘリウムで満たされた風船が上昇するのと同じように離陸していきます。
またヘリウムは浮力を持っているため、我らがエアランダーは少ないエネルギーで浮かぶことができます。エアランダーは安全性を考慮してヘリウムをいくつかの部屋に格納しており、325馬力のエンジンを4つ持っています。これはボーイング787のような従来の航空機に比べてはるかに少ないパワーで、より省エネです。しかしこの浮力を持つ航空機はペイロードに制限があり、それは最大で10トンです。コンストラクタは船体を大きくしてヘリウムをさらに多く入れることもできますが、すでに我々の飛行機は世界で最も大きいものなので、これ以上は難しいでしょう。この対処法として、エアランダー10はヘリコプターにあるような2つの垂直推進機を装備しています。これらは空気を下方向に導き、航空機を持ち上げます。そして飛行において極めて重要な役割を果たすのが揚力です。揚力を得るためには翼を上下左右に抜ける風が必要で、それにより力が生まれます。エアランダーが大型ジェット旅客機のような大型エンジンを持っていないからかもしれませんが、その巨大な船体は風が働くのに十分な空間を確保しており、それが離陸の助けとなります。この面白いハイブリッド航空機はすでに数回の成功したテスト飛行を行っており、実現間近と考えていいでしょう。これは旅客輸送や貨物輸送、長時間の飛行操作、または科学的な目的に適したカスタマイズ可能な運送方法となります。この航空機は止まることなく最大5日間飛行できるようになるため、研究ミッションに非常に役立つことでしょう。そしてこの開発者はすでに50トンの積載量を持つさらに大きなエアランダー50を建造する計画を立てています。航空の初期段階では設計をテストするためコンピューターシミュレーションが存在しなかったため、かなり奇抜な飛行機モデルが製作されました。イタリアのデザイナージャンニ・カプローニは、大西洋を横断して100人の乗客を快適にかつスタイリッシュに移動させる航空機を作りたいと考えていました。彼の発明品であるK60 は3つのセットに配置された9つの翼を持っていました。8つのエンジンがあり、全てが飛行中機械的に整備されました。長い客室の両側にはパノラマ窓が配置され、2つの幅広い列に座る乗客たちは下の世界の景色を楽しむことができました。円形のノーズ、一体式の飛行甲板、流線形の水蒸気の胴体を持っていました。飛行機が完成するとパイロットは水上飛行艇のバランスを取るためにマッチョレコでテストランを行っていました。そしてその途中で船が飛行機の進路を遮ったか、パイロットが速度を上げすぎたか定かではありませんが、飛行機は飛び立つべきではない状況で飛び立ってしまったのです。それが原因で飛行機は分離し、カプローニが湖に到着した時にはパイロットはすでに救出されていましたが、航空機の引き上げを試みたことで事態が悪化。これによって飛行機は大西洋を渡ることはできませんでした。フランスのエンジニアたちはさらにその先を行って、ダックと名付けられた鳥の形を模した飛行機を設計しました。丸い形の前部に単一の牽引プロペラを動力として蒸気エンジンを搭載。操縦席と着陸装置は本体の下部にケーブルと枠で取り付けることになっていました。この奇妙な形状の飛行機は正式にはボート V173 という名前でしたが、その円盤のような形状から飛行するホットケーキと覚えられていました。このデザインは通常の飛行機が収まらない狭いエリアでの離着陸が可能になるはずでした。低い離着陸速度を持ち、円盤形状のデザインによって揚力を発生させるのに成功しました。技術者たちは航空機を返するための資金を受け取りましたが、それは足りていませんでした。そのため全てが修正されたのはこの一風変わった航空機の必要性がなくなってしまった頃でした。ドイツの航空技術者アレクサンダー・リピッシュはエアロダインを考え出しました。それは飛行機を半分に切った後部のように見えましたが、それ自体で飛ぶことができました。
ヘリコプターと同じ群である垂直離着陸機とみなされました。そしてそれはダクテッドファンのように単一ユニットのチャンネルを使用して揚力と水力が組み合わさったものでした。プロペラの後ろのフラップは流れてくる空気を反らせます。最初のドルニエエアダイン飛行は1972年に離陸しました。しかし飛行は成功だったにもかかわらず、政府は関心を失ったことを理由にプロジェクトを棚上げしました。妊娠したグッピー、またの名をフランケンプレーンとも呼ばれるこの飛行機は他の飛行機の部品で作られ、 NASA の月への渡航を手助けしました。1960年代、NASA は西海岸からフロリダのケープカナラベルまでのロケット運びが難航していました。それらをパナマ運河を経由して水路で運ぶには2から3週間かかり、繊細な部品がへこんだり腐食してしまう可能性があったのです。そこでジョン・コルンロイは、彼の友人がボーイングを買い取っていましたが、それらを使用する目的が見つからなかったのがきっかけに解決策を見出しました。コンロイは胴体の上に大きな貨物室を追加することで飛行機を改造することにしました。彼のアイディアに対して NASA から資金を得ることはできませんでしたが、彼は決して諦めず、自分の家を抵当に入れ、車を売却し、すべての貯金をプロジェクトに投資し、プロジェクトを成功させました。彼はプロトタイプをアラバマまで飛ばすために燃料を借りると、飛行機は完璧に飛び立ち、人々を感動させました。彼がスーパーグッピーと呼び始めたこの飛行機は NASA のジェミニプログラムのロケットステージを輸送していました。コンロイはさらに大きく重い装備を収納できるように航空機を合計25種類に改造しました。エジレイオプティカ EA7 はファンキーで先進的なトンボのような印象ですが、1970年代半ばに低速・低空での監視や観光旅行のために設計されたものでした。ヘリコプターのようなコックピットがダクトファンモーターの前部に取り付けられ、驚くなかれ270度の視野を確保しています。大型のダクトファンはコックピット内外で静かに動作しています。21世紀に入ると国境監視や野生動物管理、火災点検の任務のために再び注目を集めました。しかし資金不足のため、建造された22機のうち世界中での走行可能な機体は5機だけとなっています。異なるサイズの2つの胴体を持つ飛行機を見たことがありますか？ルータン202型ブーメランはエンジンの故障リスクを最小限に抑えるためにこのように設計され、多エンジン飛行機という特徴があります。通常の飛行機とは違い、エンジンの一方が故障してもブーメランはその革新的な設計により非対称な推進力を効果的に管理でき、制御が容易に可能となります。この設計によりブーメランはより速く効率的に飛行します。この飛行機は商業用ではなく、最大5人が搭乗できる個人用飛行機として設計されました。このショートスカイバンが実用的な目的のために作られたことは見ればすぐわかりますよね。美的観点はあまり考慮されていません。そこからこの多目的機は飛行靴箱や小屋といった愛称を得ました。皮肉を言われてもスカイバンは長年にわたり確固たる役割を果たしてきました。1960年代の初飛行から現在も荷物や旅客を運んでいます。19人を収容することができ、バンのような大きな後部ドアがあるため貨物の積み下ろしが容易です。そのため短距離フライトやスカイダイビングなどのアクティビティに最適です。どんなに賢い人でも家の防犯対策では大きな間違いを犯します。例えばダイヤル錠を使用することとか。ダイヤル錠を使うと私みたいなちょろい人は大きなトラブルに巻き込まれるかもしれません。ダイヤル錠の便利さは否定できません。鍵をなくしてしまう心配がありませんからね。でもダイヤル錠の最大の問題は試行錯誤を繰り返せば鍵を開けられる点、そして腕の立つ大泥棒でなくてもそれは可能で、
じっくり試せば誰でもロックを解除できます。つまり便利さは安全性を犠牲にしてなっているのです。これはすべてダイヤル錠の仕組みがその理由。ダイヤル錠の内部には回転ディスクが複数あり、各ディスクはダイヤルの数字と一致しています。正しい組み合わせを入力すると内部のパーツが完全に並んでロックを開けるための通り道が開きます。しかしこのシンプルさがモロ刃の剣。限定された数字に頼っていると、時間と忍耐力さえあれば誰でも片っ端から組み合わせを試しまくることができるのです。というわけでダイヤル錠は強盗を目論む人にとってより予測可能かつ悪用可能な挑戦なのです。また他の実用的な制限も存在します。ダイヤル錠の中には雨、雪、極度の低温など過酷な気象条件に対して耐性がない製品もありますからね。その場合機能面や信頼性に悪影響を及ぼしてしまいます。さらに組み合わせを入力するのは鍵を差し込むより時間がかかるので、緊急時や素早いアクセスが必要な状況では不便になったり問題となる可能性もあります。長々と述べましたが、他の種類の鍵なら信頼できるという意味ではありません。どの鍵もそれぞれ弱点があります。次はロックキーを見てみましょう。一見すると物理的に唯一無二な鍵と複雑な内部構造を持つロックキーはよりセキュリティが高いように見えますね。ピンが鍵の切り込みと完全に一致しなければならない複雑な設計は窃盗犯に対して頑丈な防犯対策となるかに見えます。しかし実際はロックキーは簡単に習得可能なピッキングなどの様々な回避方法に対して脆弱であることがあります。またロックキーを誤って使ってしまう可能性があります。セキュリティ対策の始まりですね。家の周り、例えば玄関マットや石の下にスペアキーを隠してしまうとロックキーの安全性は大幅に低下します。また鍵の所有者が知らないうちに合鍵を作られてしまうリスクもありますね。そしてスペアキーをどこにも隠さず誰にも渡さないよう注意していても空き巣犯が錠前をこじ開けようとする可能性があります。空き巣犯の力が強かったり、しばらく家が留守になっていることを知っていた場合、家の中の貴重品が取られてしまうかもしれません。ではセキュリティキーボックスはどうでしょうか。賃貸マンションではよく使われていますよね。これは通常壁などの安全な壁面に取り付けられ、正確なコードを入力しないとアクセスできないようになっています。セキュリティキーボックスを使うと鍵を安全に保管する場所ができるので、植木鉢の下にスペアキーを隠すリスクがなくなります。これって健全な防犯対策に聞こえませんか。さてほっと一息つく前に合言葉を思い出してください。開けられない鍵はないです。セキュリティキーボックスは片っ端から番号を試せるだけでなく、ダイヤル錠同様のリスクにもさらされています。さらに目立った鍵の金庫があること自体、防犯意識が高いことを泥棒に伝えているようなもの。そうするとあなたの家がより魅力的なターゲットに移ってしまうかもしれません。ちょっと矛盾していますよね。でもこのタイプのロックの最悪な点は鍵1枚で開けられるかもしれないことです。セキュリティキーボックスは通常ロックの内部に複数の回転する円盤が入っています。それぞれの円盤にはゲートと呼ばれる小さな切れ込みがあります。コンビネーションをダイヤルするとその円盤が回転します。ゲートを直線に揃えるのは正しいコンビネーションだけ。一度揃えばロックの内部にあるフェンスと呼ばれる棒またはレバーが揃ったゲートに落ちて鍵が開くという仕組みです。薄い紙を使えば窃盗犯にキーロックの金庫の設定が分かってしまう可能性があります。その後は数学の技能と運に頼ることになるでしょう。しかしそれを当てるには相当な時間がかかるため、成功する前に誰かに見つかる可能性が高いとは言えます。さて窃盗犯を絶対に侵入させない
完全に信頼できるロックなんてものは存在するのでしょうか。今はデジタルドアロックの時代、一見未来的なこの解決策は指紋認識、ユニークなピンコード付きのキーパッド、さらにはスマートフォンを使ったリモートアクセスなどの機能が装備されています。でもすぐさま購入する前に一息つきましょう。デジタルロックは侵入警報やいつでもコードが変更できるといったセキュリティ機能が強化されています。しかしそれ自体が脆弱性を抱えていることも覚えておいてください。例えば電子ロックは技術的な不具合、ハッキング、あるいはバッテリーの故障の際脆弱である可能性があります。ハイテク系の鍵のタイプとして生体認証ロックもありますね。バイ映画に出てきそうな雰囲気ですが、使ってみると非常に便利。鍵やコードを使う代わりに体の一部、例えば指紋、顔、目などを使ってドアを解錠する仕組みです。こうすることで鍵の盗難、コードの紛失、破壊、ハッキング、溶かしたりドリルで破壊される脅威から保護されるのです。また一部の金庫には認証が間違った場合に備え開閉遅延と自動ブロックがあります。こう見ると生体認証ロックが市場で最も安全に見えますね。とはいえこれはかなり高価な製品、実際に購入する前に価格以上のことを考慮する必要があります。例えば指紋や顔認識機能が失敗した場合、このロックにはキーパッドや普通の鍵などのバックアップオプション付きなので、それで開けることができます。また定期的なメンテナンスが必要です。電池で作動するので時々交換しないといけません。また指紋をちゃんと認識できるように指紋部分はきれいにしておかなければいけません。あとプライバシー問題を忘れてはいけません。個人の生体認証情報をロックに保存することに躊躇する人も存在します。どんな錠前も完全ではないということですね。さて家の防犯対策は鍵のタイプだけでなく、それ以外の簡単な方法でセキュリティ強化できるんです。例えば日常生活ではあまり人とは関わりたくないタイプの人もいるでしょう。しかし安全上の理由から近所の人と知り合いになってみるのもいいかもしれません。近隣住民と交流したり地域の見守り活動に参加することで安全性も向上します。家を留守にするときは近所の人に知らせておけば、彼らが警戒心を持ってあなたの家の周囲で怪しい動きを見つけた場合通報してくれるかもしれません。窓から貴重品が見えやすかったり庭に高価なものが放置されている場合は不要に注意を引いてしまうかもしれません。高価な品物は視界から隠し、カーテンやブラインドを効果的に使用してリスクを減らすようにしてください。多くの人は2階の窓やドアの防犯対策を見落としがちです。2階にアクセスできないというのは大間違い。泥棒は上の階に行くために思いもよらない手を使うかもしれません。はしごや上に登りやすくするような道具は放置せず、どの階の防犯対策にも注意を払いましょう。ホームセキュリティシステムの更新やメンテナンスを怠ると勝手に操作されたり無効にされたりする危険性があります。きちんと機能するように定期的なメンテナンスと更新は確実に行いましょう。屋外の照明が暗い家は泥棒が人目につかず家に近づきやすくなります。不審者に侵入されないためモーションセンサー付きの照明を設置したり、自宅の外観をよく照らしたりするなどの解決策もおすすめです。どれほど多くのセキュリティ対策を講じたところで、それらすべてを回避して家に侵入される可能性が常にあることは覚えておいてください。だからこそ家には金庫を設置するべきなのです。見過ごされがちな第二の防衛策ですが、泥棒に入られた場合金庫があれば重要書類、上品、その他かけがえのないものを安全に保護してくれます。最後に見落とされがちなホームセキュリティはデジタル面。 Wi-Fi が保護されていない場合
サイバー犯罪者はそこからあなたの個人情報やスマートホームデバイスにアクセスするかもしれません。強力なパスワードを使用し、高度なセキュリティを講じてください。あとは、大声で吠える犬を飼う、ですかね。あ、それは私に効果絶大です。